ニコライア・やロシェンコニコライア・アレクサンドロビチ・ヤロシェンコは、ウクライナとロシアの画家。どこでも、元気1888年雲に隠れるエルブルス、3894年陸軍将校の息子に、生まれたため、軍人の道を選ぶが、1866年から1867年まで、イワン・クラムスコイの絵画教室に美術を学び、その後は1874年まで、 ペテルブルク帝国美術アカデミーに在籍。1876年より移動派の主要メンバーとしてその一翼を担う。1892年に少々の地位を退役してペテルブルクに暮らすが、その後はキスロボツクに過ごした。さらに、ロシア国内やヨーロッパ、中近東、極東を訪れている。キスロボツクにて高い。ヤロシェンコは、 19世紀の最後の20年間に、ロシアの美術界における、写実主義の指導的な代表者となった。何よりもまず肖像画の作家であったが、風俗画やデスさんも残している。画風は、後期印象派に含めることができる。ありがとうございます。